残念だったね。残念だったね。税務署なんて行ったことないくせに。お疲れ様です。お疲れ。あんたたち行くわよ。いいわね、ケビン。うまい。もうさ、めんどくせんねや、お前ら。だから結局、ね、紙見せりゃいいってこと？じゃあお前ら謝んの？なあ、全部見したら。おい、どうすんだよ、この野郎ら。クソがや。早く出せよ。だから、そういうね、手で俺に言ってくるようなやつに見せる気はない。お願いしなきゃダメだろうがよ。おい。バカか、お前。そんな気もねえよ。こいつらに。残念でした。はい、お疲れさん。まあ少なくとも俺はここの店舗に税理金払って家賃払ってな、税務署も行って、ね、保健所も営業許可があるってことで以上です。はい、ふわっち、何ですかそれ。何を言ってんの。ふわっちっておいしいの。どこの、あのお菓子屋さんの話してんのかな。おいしいんだふわっちって。どこにあるのそれ。知らねえな。知らねえな。どうですか、ふわっちって。配送はしないから。ふわっちって美味しいの。さあ、アンチが攻めどころができたよ。やってやって。どんな美味しいケーキなのかもわかんないけど。酒屋さんの伝票見せてよ。だからそのさ、見せてよとかさ、お前の店だじゃねえんだから関係ねえだろってこっちだよ。お前
うまいこと操作してんだからよ。ねえ、それよ。あった。お静かにどうぞ。だって俺店に乗っ込まれたって税務署に金ねえんだから。どっから売り上げ俺店でねバンバン上がってんだったら、そりゃ税金払わなきゃなんねえよね。青か白ぐらい分かってるよバカが。脱税は自己破産しても消えないよ。だから脱税してねっつんだよ。ねえ。っていうかさ、お前らさ、ただのさ、ガキのくせして、そういうのだけは、なんかインターネットで調べるんだ。暇だね。ね。申告漏れっていうんじゃないよ。だから俺の場合はだって店の実態がないわけだから、休業だから。あ、休業じゃなくて前に廃業だから、眠るから書類に届いて廃業のとこにチェックしてピッて送り返してるんだけど、で実際問題店やってねえから。まあ、面白いね。売上と消費税は別なことを理解してるっていう。うん。まあ当たり前じゃん。君たちが何を全あのね、今日じゃないよ、3日前か、税務署行った時にうちの店に関する君たちクソ野郎どもの何の通報かは知らないけど、俺はそこまで詳しくは聞くつもりないけど、やればやるほど俺はただ説明してきたよ。うちの店はねってこうやって、どこの誰だか分かんねえバカどもがね、嫌がらせみたいなことやってるから商売なんかできなくなっちゃったんですよ。ありがとうアンチ、ありがとね。来てますよね。いや、まあ大衆酒場うなさんの件に関しては電話だいぶ入ってますよね。ありがとうね。だからもう商売なんかできないんですよ。あ、お疲れね。お疲れ。だから好きなだけお前らやれよ。
きなだけやれよ。お疲れさん。やってもらって結構です。頑張ってね。酒うまい。酒うま。酒うまま。言われようわ、いいですよ。細かいことはわからないことは俺いつもダーンって出して、こんなもんでこうでこうで、あと税務の職員がそろばん弾いてやってくれてるから心配ないです。だって俺なんかもうそんなん知らねえよ。じゃあお前らは調べろで終わりだよ。結局のところ、ああ、知らねえよって。いや、これが無理じゃないんだよ。ちゃんと調べてくれるよ。うん。俺は大体相手にお任せちゃうんだから、んでこうでこうでってこうなりますねって言われたら、まあうん、はいはいって感じ。いやだって相手にお任せちゃうんだから。だってここで君たちを論破する必要はないんだよ。だって君たち関係ないじゃん、大衆酒場うないね、なんか店に泊まってるとかさね、不動産屋にガチャガチャガチャの、いやそんなことはないし、で家がね、家あった、はい、うん、結局ね、君たちが攻めても何もできないの、バカが。何一つ論破できてねえんだよ。どうすんだよ。俺いいよ戦ってやっても、じゃあリンリンタイムでなんすかっていう話になるよ。だらねえな。誰か電話かかってきてんな。誰これ。番通か。番号映っちゃうとな。もしもし。うん。いや、誰？あ？いや、俺、誰？聞いてるよ。何？
何？あなたのファンなんですよ。ああ、そうなんだ。うん。いいよ。開いてますけど。だあのさ、元気とかどうのこうのの話はめんどくせえからいらねえし、来んでしょ。開いてるよ。うん。うん。そういうことです。はい。じゃあ、はいどうも。はい、失礼します。はい。はい、いや、配送じゃないだろ。空いてるか空いてねえかの確認だろ。だから空いてるよって言ってる。なんで電話番号知ってんの？インターネットでうなちゃんマン携帯って調べりゃ、大概 Google で Google や出てくるんだろ。うるせえんだよ。配信見てりゃ相手のわかるよね。うん、だから俺と喋りたかったんじゃないの。来ないか、それは知らねえよ。だからそんなのをいちいち確認取ってから来なくてもいいのにな。声を出したことはねえ、おたかみてえなのしかいないな。まあ そこは俺は何言ってんのか分かんねえなっていうのはあるけど、もうちょっとなんかはっきりシャキシャキ喋ってよ。これだけです。よし、おいちゃんはそうだな、11時だろ。買い物もちょこっと行ってきたいし、こんな感じで今日は、うん、またみんなどっか楽しいお風呂でも行ってくれよな。お疲れさん。はいよ。ありがとうございます。